ぱいか。チャンネルでーす。今日は立川に来ております。駐車場はこちら。はい、今で5分ぐらいかね。歩ける。寒い。ハクちゃん、今日はハクちゃんしかおりません。ロンちゃんは入院しております。今日退院だからね。わかった。久しぶりだ。立川は4年住んでましたからね。ジンズメイト、ジンズメイト、まだジンズメイト、まだ。はい、グランジョの目の前、こちら、ハイカジテラス。え、こんなとこなかったよね、昔。足元にはストーブがあって、ビニールも仕切られてる。すごい、よく見つけたね。ランチメニュー。テラス席はペットオッケー、やったー。よし。あったかくない？風がない、ね、これすごい。かわいいリードフック。ワンちゃんにマグロサービスだって。おいおい、もう決めてんの？ホームページホームページホームページで決めてる。期間限定、美味しそう。チーズチゲ、沖縄スポ、ガバジュース、シークワーサーレモネードだって。美味しそう。紅芋タルトのパルフェ。わ、めっちゃあったかい。めっちゃあったかいね。マゼクスとかもあるんだ。海ぶどうとか飲みたくなっちゃうね。アイスも食べたくなっちゃうね。ブルーシール。寒い、うん、寒い寒いよ。パクちゃん、こっち見て見て。かわいい。パートでここでもバギーでもいいけど、中に入ってこれるから抱っこの方があったかいと思う、この時期は ね。ここあったけ、やべえ、これこれあったけ。ダイキンさん、このビニールは効くよね。そういう情報もちゃんと調べた上での。まだ威張ってる。今日は気温がね7度。その中でアキちゃんといける、店内席ではないけどいけるところ。生シークワーサーレモネード、ホット。超いい匂いする。コーラみたいだな。うん、まあ、気づいたな。うん、にルートビアをいただきます。うん、まあ、アロンパスだ。アロンパスだ。うん。アロンパスですね。これは冬に頼むものではないな。カラメルの味と炭酸と薬品っぽい。うん、いや、美味しいよ。メッコーラみたいな。メッコーラって何？薬局ルート。横取り。こっちだわ。うん、そりゃそうです。これ2個だった。多くないですか、もう結構。お昼ご飯になっちゃうね。これサービスだよ。無料ですよ、無料。やばない。ちょっといただく？いただこうか。いただく、ハクちゃん。ご厚意ですからね。血合いかな？一番美味しいところだよ。やってきたけど。やってくれてありがとう。ハムさんも好きですね。美味しい ね。アロンちゃんにもあげたかったな。また違う季節に来たいね。よく感じよ。美味しい。人間も食べたいぐらい。食べてみようか。うんうん、美味しい、全然美味しい。うん、美味しいとこ。一番美味しいとこじゃんね、マグロ。ワンコチア、あそこなくなってまいりました。はい。はい、お疲れ様でした。ちゃんと舐めなさい。最初を褒めて。美味しい。ピナを感じられてます。めちゃめちゃ美味しい。温まる。慣れてくるとうまい。絶対好きな人いるよね。これアルコールで割っていったら美味しいかもしれない。うんうんうん、まだ新しいよね。このビル自体が新しいんだよ。2022年ビルが建ったのが新しい。角にゲーセンあったところあった気がしたんだけど、違うかな。
なんとまさかお姉さんが見てくれてるって、立川のさおしゃれお姉さんがさ見てくれてるの。ちょっとお恥ずかしい。あるですな。お恥ずかしいね。美味しそう。このね、てんくんはねジューシー大好きだからね。ほら美味しそう。ねえ、いい匂いする。いただきます。予想通りじゃあ、まあ、まずはスープからでいきたいところです、うん、ね、うん、いい、いい、最初から入ってないのが多分いい、ね、味変とか好みとかね、見てこれすごいプルプルじゃん。これで丼だよ。これで丼食べたい。お米だ、米、お米が好き。でもジューシーだから味付いてんだよ。これだけで美味しいんだ。そうそう、うん、これだけでいい。これと白飯が必要だ。なんだこれ、すごくない？うわー、めっちゃいい匂いする。麺がやっぱりソーキそばとか沖縄そばの麺だね。いただきます。うん、うん、おいしい。横取り40万、うん、ちょうどいいね、辛さ、うん、お豆腐とかも入ってる。バランスがいい。具だくさん。お肉も入ってる。あ、でもこの肉じゃかな。自分の頼んだのが一番っていう。うーん、丼でメニューなかったじゃん。それだけのってことか、うん、紅生姜、私紅生姜好きな。二度三度楽しめ。うん、おいしい。うん、うまい。うん、おいしい。さあ、この辛いやつ、泡盛りと唐辛子、うん、ちょっとだけ、うん、うん、うん、あれ揺らさないでよ。ごめんごめん。感動のあまり揺らし。夏とか飲みたいね、こういうとこでね。ここは電車で来れるから、吉川さん中のよ、うんうん、あ、これを食べてしまうのが惜しいな。揚げてないと食べないもん。くれない気かなと思ってた。今回は揚げたくない。いつもだろ、トロトロ。わ、箸で切れんじゃん。うん、わ、すごい。いただきます。あ、うまっ、うまっ、うん、今回はあくちゃんがいるんで食べ方が汚くなって、いつも綺麗に食べてないよ。豚肉を横取りして取られた肉の分。美味しいよ、それも。あぐ豚って書いてあったよね、うん、じゃあこっちでも、うん、あ、かなり温まる。俺は人も犬も満足だな。何々マグロもらってお腹いっぱいだと思うや。あんまくれくれな感じしない。うん、満たされてる感が。肉の勝利だな。メニュー見返そう。他のメニュー気になるね。過去一も沖縄でも食べたけどね。食べた。どっちかっていうとジューシーの方が美味しかったイメージが頭に入ってるんだよね、うんうん、沖縄、うん、沖縄そばとかもほら三枚肉だったり。沖縄そばはさ、どこで食べても美味しかったね、うん、あとにこのサロンパス、うん、温まるからさ、冷たい飲み物もいいかもね。かなり温まった。季節を選ばないですか。あ、人通りが多いね。超駅前じゃんね。駅近、うん、電車乗れるワンちゃんはさ、すぐだね。ワンちゃんも電車乗れるよね。立川まで10分ぐらい。160キロカロリー。これはハクちゃんあれです、160キロカロリー。はい、ハクちゃん抱いてるから0カロリー。はあ、ハクちゃん抱っこしながらだから0カロリー。はあ、それだったら炭酸がプチプチしちゃうから。カロリーが蒸発してる、0カロリー。うん、ちょっと予想外だったな。そこまでウェルカムな感じだとは。うんうんうん、フックとかがある時点でただのテラス席ではないよね。うん、なかなか沖縄料理食べられないもんね。ワンちゃんと沖縄に行くのはむずいから。今フェリーないんだよね。沖縄だけは行けないなって思ってたけど、こういうところで食べれるのは助かります。好きだしね、ディン君、沖縄料理、うん、好きなんだよ。肉揚げだけどソースそばの方揚げてみる。
ってまたやってんなって感じ。想像でいいだ。肉があれだから分かるな。スープすらないからごめんなさい、うん、飲む？スープもうタポタポだよ。さすがにもう、うん、こういうのが八王子にはできないんだよな。なんでだろうな。今負けちゃうね。でも八王子もだいぶ、もしこの辺に住んでるっていうことだったらセレブ権確定だからさ、そうなるとこの扱いはもう妥当だよね。駅周辺高いもんね、立川はね。たくちゃんも満足ですね。あれくて満足じゃないわけな。満足そう。お水以外全部感謝に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後はちょっと北口の方にね、セレブのグリーンランド、グリーンスプリングス、グリーンスプリングス場違いなところ、たしなみを見学しに行こうかなと思います。完全がシネマの方でしょ。ジョナサンの方、あのおしゃれな感じはあれな気がするな。なんか他と違うもん。おほほって感じがする。あははではないもんね。どれどれ、東京駅みたいじゃない。違うか。ここだやっぱ。ここか。前さ、湯川しおねちゃんが来てたんだよね。痛かったな。誰だ。何があんだろう。魂あんじゃん。寒い。ペット入店かとかちゃんと書いてる。入ろうぜ、寒いから。買わないけど。わあすごい、スタイリッシュすぎる。ペーパームーン、なんか聞いたことある。要所要所にストーブがあるけど、ついてる。え、これついてんの。これついてぬくもって、ぬくもって、あったかい。何しに来たんだ、我々。ぬくもりに来た。あ、これもついてる。ついてるストーブ探してるだけじゃん。あ、すごい綺麗、かわいい。ここはあったかいよ。風ないとあったかいわ。あくちゃん、歩くか。それだ。ほら、もう歩きたくない。もう抱っこじゃん。歩きたくない。ちょっと歩こうか。これ入っていいの？入れるんだ、夏は。ここ登んないの？え？はい。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 なんで休憩すんのよ。上まで行くの？おお、すごい、横に見えるモノレールが。あー眠い、疲れた。上はお風呂みたい。こっちは展望台かな。あー、昭和記念公園か。誰もいね。店があって、下に行けんのかな。エレベーターがあるんだ。すんごいおしゃれ。おしゃれすぎない？こっちが緑地だからいいってことか。てか藤山じゃね。あーすごい、おじさんどっか行っちゃったかも。ストーブを探してどっか行ったっぽいな。出た出た、富士山見えたよ。寒かったね。大丈夫？ん？あれじゃない、ホテル、お高級ホテル。すごい、屋根もつくようになってる。はあ、立川やべえな。え？ついてない。この辺のテラス？あっちが立川のイケアか。見て、なぜここに。立川にも気に出すか。あくちゃんの見動画でございました。あくちゃんいかがでしたか？ロンは寒くて来れなかったと思います。来なくてよかった。愛川寺テラス、沖縄料理。あくちゃんもね、まさかだったね。美味しかった。店員さんがまさか見てるよって。あくちゃんに気づいてくれたってことでしょ。ペアでいなかったんだ。違う、おじさんでしょ。おじさんか。俺も有名になったもんだな。ありがたい限りですね。おしゃれお店のさ、おしゃれお姉さんがさ、ね、おしゃれお姉さんだ。見てると思わなかったから。私たちのデータでは、うん、あの年代はご覧になられてない。そうそうそう、ピチピチギャルだったしさ。同年代のね、方が視聴者が多い、ね、そう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 。ワンちゃんいるよって言ってた。飼ってるって言ってた。うん、立川も近いんでね。駐車場がさ、八王子なんかさ、駐車場タダであるじゃん。お店に駐車場がないんで。そう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 、探さないといけないっていう人で、独身さんも、うん、グリーンスプリングスも新しいんだよね。
何年か前じゃなかったかな、テラスがあったり、ね、ワンちゃん OK のお店があったりするから、ね、ジョナサンとイケアの間の空き地だったところだよね。ヤギいたさ、ホテルもあり、お高級ホテルね、遠方から泊まりに来た人はそこで泊まってちょっとなんか食べたとか。でもさ、立川に泊まって何すんの？観光地ではない、うん、今日のプランはちょっとロンタには厳しかったテラス席は全然良かったのよ、あったかくて、うん、グリーンスプリングスはこの時期やべえな、風が通る、通り抜ける構造だから、うん、今日は特に富士山は綺麗に見えてたよらしいです、うん、串カツ田中以来電車でも行けますので、次はロンちゃんと昼飲みしに来たいね、あったかくなったら。立川の魅力を、八王子と立川ライバルじゃないの、メディアに煽られてんじゃないの、ハトコみたいな、イクラちゃんとタラちゃん仲良しじゃね行ってほしいな、あの店は。沖縄のお土産とかもちょこちょこ売ってたり、ね、ブルーシールもアイスだけでも食べれるんだよね。さあ、メロンパークチャンネルではご飯を食べたり旅したただ流しております。暇つぶしのサウンドにしてください。じゃあまたね。またね。